クリーンエアが今収まって12頭全バゲートの中体勢完了スタートしました7番のジューンテイクが最後方です12番のアスコリプチェーノも後方コースタートは6番の湘南マヌエラ まずは2番手固まった中から5番のルックス・ノアさらに外からは10番ヒヒーンさらに8番の西野クラウンと2頭が2番手3番手5番ルックス・ノアは折り合いをつけながら4番手外には11番のクリーンエア1馬身差、外に12番のアスコリピチェーノがつけて1馬身4番ルージュ・スタンニングスノーフチョ3番のエンヤ・ラブ・フェイス内から並ぶ1番のホルト・バージ2頭のスター2番のバンビーブその後一1馬身差9番のシリウス・コルト少し離れて7番の テイク 600m35 秒4で通過34コーナー中間へ先手を取ったのは6番湘南マヌエラリードは1馬身2番手8番西野クラウンインコースに5番のルックスノア3番手4コーナーをカーブこれから直線コースに入っていきますさあ逃げる6番の湘南マヌエラリードは2馬身2番手に8番西野クラウン内から並ぶ5番のルックスノアこの2頭の後ろは2馬身半と離れて1番ホルトバージ10番ヒヒーン外に12番アスコルピチェーノ固まって直後に9番シリ スコルトあとは2番のバンビーブの追走馬群の中に11番クリーンエアさらにそのうちに4番のルージュスタニン,ング前がちょっと塞がっているさあ先頭は6番の湘南マヌエラそして外から12番のアスコリピチェーヌが2番手に上がって残り200歩を通過外からは11番のクリーンエアが差を詰めるさらにうちには5番のルクスノア4番手さあ前の争い12番のアスコリピチェーヌが外から伸びて捉えた6番は湘南マヌエア2番手ゴールイン3番手11番クリーンエア 勝ったのは12番のアスコリプチェーノ